今日の文化。ここでなら練習できそうだけど、少し体を動かすか。一汗流していこう。ここまでにしておこう。
ここまでにしておこう。すいません。すまないけど、ちょっと急いでてさ。悪いけど、後でな。ちょっといいかな。目障りだよ。失せろ、ボケ。すいません。危険ですので、立ち止まらないでください。わかりました。ああ、ちょっと、一般の人は入れないんだ。さっさと出て。
兄貴、仕事を見つけてきましたよ。そうか、ありがとう。この港の五郎が命がけで取ってきた仕事っすよ。何言ってるの、私が見つけた仕事でしょ。うるせえ、女が黙ってろい。舞ちゃん。よお兄ちゃん。嘘、お知り合いで。五郎のバカに頼まれて見つけてきたんだ。いつも販売弁当を届けてるから、馴染みの監督さんに頼み込んだんだよ。そうそう、色目使っておじさまお願いしまーす、なんつってな。バカ。でどこへ行けばいいんだ。昼2時までにアルファ貿易事務所の矢田さんを訪ねてみて、約束してあるから。2時にアルファ貿易事務所の矢田さんだな。ありがとう。そんじゃ。すいません。なんだ君は。矢田さんですか。ああ、そうだな。弁当屋の舞さんから紹介されてきました。おお、弁当屋のところの舞ちゃん、聞いてるよ。じゃ早速取り掛かってもらおうか。はい。あんちゃん、フォークリフトの経験は。ありません。しょうがねえな。荷物傷つけたら減給だからよ。はい。おい、マーク、ちょっと来い。 OK バース。じゃ君、あとはマークに聞いてくれ。わかりました。マーク、このワンちゃんにフォークを教えてやってくれ。 OK バース。葉月亮です、どうも。マークだ。 We're buddies、 仲良くやってこうぜボーイ。フォークの運転は簡単だよ。 Really easy、 直になれるさ。あ、はい。じゃあこれ乗って。よし、準備 OK だな。じゃあレクチャーを始めよう。まずはそのハンドルを左右どちらかに回すんだ。グーッ、そうだ。ネクスト、次はアクセルだ。もっとしっかりアクセルを踏むんだ。違うぞボーイ、それはハンドルだ。もっとしっかりアクセルを踏むんだ。OK、 いいぞ。 NEXT、 バックだ。アクセルとは違うぞ。よし、そうだ。最後はリフトのアップダウンをやってみろ。違うぞボーイ、それはハンドルだ。よし、まあまあだな。じゃあ次はそのボックスを運んでみてくれ。すぐそこにある第三倉庫にこの荷物を入れるんだ。まずボックスの下にフォークを突っ込む。 NEXT、 そのまま上に上げて運ぶ。だろ。よし、今度はお前の番だ。荷物は倉庫の中のマス目の上に置くんだぞ。今日は全部フィニッシュするまでトレーニングだ。いいな。残ったボックスを全部第三倉庫に運んでくれ。はい。俺は仕事に戻るから。
あとは自分一人でやるんだ。わかりました。お疲れさん。お疲れ様です。フォークの運転は覚えたかい？ええ、なんとか。バイト代はな、最初は荷物を1個運ぶごとに300円だ。荷物には毎日ノルマがあるからしっかり頼むよ。はい。ノルマを達成できたらバイト代を上げてやるから頑張ってくれ。わかりました。じゃあよろしくな。よろしくお願いします。リョウ、マークさん、明日は朝9時に来てくれ、いいな？はい、わかりました。仕事を始める前にちょっとやることがあるんだ。仕事の前にですか？ああ、そうだ。まあ、明日来てみればわかるさ。遅刻するなよ。はい。
もう少しこの辺で話を聞いてみるか。すいません。俺にかい？マッドエンジェルスという名前に聞き覚えあります？港のゴロツキたちだろ。港を陰で操っているって噂だぜ。で、そいつらがどうした？いや、ちょっとありがとうございます。なんだい？マッドエンジェルスって知ってます？港のゴロツキたちだろ。港を陰で、で、いや、ちょっとありがとうございます。ちょっといいかな？あ？マッドエンジェルスについて何か知らないかな？知るかよ、んなこと。すいません。なんだい？マッドエンジェルスについて何か知りませんか？マッドエンジェルスね、外国人の集まりだと聞いてるな。外国人ですか？ちょっといいですか？おう。なんだい？マッドエンジェルスについて何か知りませんか？マッドエンジェルス？知らないな、悪いけど。いえ、すいません。ちょっといいですか？なんだい？マッドエンジェルスについて何か知ってます？港の不良どもだろ。知ってるんですか？ああ、あいつらうるせえんだな。時々海にでっけえズタ袋捨てやがって。おかげで魚逃げちゃうんだよ。そうですか。すいません、聞きたいことがあるんですが。悪いけど、他の警備員に尋ねてくれ。なんだい？マッドエンジェルスについて何か知りませんか？マッドエンジェルスね、外国人の集まりだと聞いてるな。よく知らないんだけどな。そうですか。ガラ、チーズ。お前、マッドエンジェルスのこと。あ、うわー、兄貴お疲れ様っす。なんだ、大声出して。その名前、でかい声で言っちゃダメっすよ。なぜ？なぜって。お前、マッドエンジェルスのこと。あ、だから大声で言わないでくださいって。ここじゃ禁句なんすから。なぜだ？それは言えないっす。何の用があんのか知らないっすけど、あんまりおっぴらには探らない方がいいっすよ。じゃあまたな。ちょっといいですか？ん？マッドエンジェルスについて何か知ってます？ああ、あいつらだろ。知ってるんですか？ああ、あいつらうるせえんだな。時々海にでっけえズタ袋捨てやがって。おかげで魚逃げちゃうんだよ。そうですか。お疲れさん。おお、ご苦労さん。明日もよろしく。ああ、早く帰って休めよう。グッドナイト。お疲れ様でした。聞き
きたいことがあるんですが。巡回中なんで別の人に聞いてくれませんか。マッドエンジェルスのことをもう少し探ってみるか。すいません。すまないけど、早く帰らなきゃいけないんだよ。マッドエンジェルスについて何か知りませんか？マッドエンジェルス？聞いたことがないな。そうですか。